はい、今回は AK の100の2、100の2ってやつですね。画面の大きいモデルのものですけど、こちらを分解していきます。分解に使う道具。いや、星型のドライバー。これは T の5を用意してます。で、吸盤。で、プラスチックの、まあ、バッテリー持ち上げるときに使ってる道具ですけども。で、今回バッテリーが大きいので、このピックのようなもの、こちらも用意してます。はい。ではちょっと分解をしていきます。ちょっとこのレッドのモデルということもあって、あまり分解したくないんですけど、動画の観点上。こちらで。これしかものがないので、これでちょっと撮影していきます。はい、まずネジを2本取ってください。で、ネジが取れたら今度は吸盤ですね。これをつけてじわじわと力をかけていってください。こんな感じですね。あとはゆっくりやると開けます。で、バッテリーが見えますけども、今回、これパイ、ボリュームの反対側、ここですね。これがコネクタになってます。なので、このコネクタから、遠い部分からちょっと開けていきたいなと。で、バッテリー大きいので、この辺、私この辺入れてますけども、ここちょっと何が隠れてるかわからないんで、触らないようにしてるんですが、ここを持ち上げつつ、ここも挟みつつ、こんな感じで開けてますね。あんまり開けるとここ浮いちゃうんで、この辺からやってください。これ外すとわかるんですが、両面テープ2つついてます。で、これ最初かなりがっちりついていて、なかなか外れません。無理に力をかけていくと、どっか1箇所が歪んできます。なので、これ持ち上げるときは、ゆっくりじわじわ力をかけていくと少しずつ剥がれてきますので、ちょっと時間をかけながら外してください。で、これ持ち上げると、ここにコネクターがついてます。で、コネクターですけど、このまま引っ張ると、上に引っ張るような形で引っ張るとプチッと外れてきます。で、これで分解完了ですね。バッテリーの分解はここまでです。これをまたコネクターの位置を合わせて組み立て直していくという形になります。